やっちゃうよ、ナイドネーす。今日もやっていくんですけど、まあね、今日は、会社からお届けしますということでね、まあなんだろう、昨日ね動画休んじゃったんですけど、一昨日かな、わかんない、これがいつ出すかわかんないんで、まあそんな感じですけど、まあまたね、日本動向続けていきたいんでね、お願いします。ということで、これはね行きたいと思います。まあシーズン終了してね、そっか、昨日その動画撮ったな、普通に。そうってことで、まあね、今日実はね、今日この後夜キヨキヨさん宅にお邪魔して、ね、2本ぐらい動画撮ってくるんで、まあキヨキヨさんチャンネルでも上がるし、何本か上がるし、俺のチャンネルでもね上がるんで、まあぜひ気になる人は見てください。ということで、まあ今日はね、このロイなんかね、似たようなデッキがいっぱいあるんですけど、あとここはね、あのミニペイにするかみたいなところはあるんですけれども、ね、まあまあハンター結構強いかなって感じで、であとロイにも、ライトニングにする代わりに、ロイに強い、ロイって分かんないか、ロイホグに強いファイスピを採用って感じで、まあ言うてオーバーあるんですけど、この辺で頑張って防衛していこうかなという感じです。ということで、いきたいと思います。今日はねグラチャレちょっと弱いん で弱すぎたら、あ、日本人ですね、もし結構 おやおやって感じだったらマルチいきます。まあ言うてマルチで全部レベル完走してるんで、マルチでいけるんで、そっちの方がもしかしたらレベルが高い試合ができるかもしれないと。まあとりあえずライティングですね、せいせいせいという感じでかな。とりあえずはこんな感じで、まあライトニングでコストを同じくらいで交換してるんで、相手が動くまで待ちたいですね。これロイフゴーサーコとかに中途半端な位置に出すと、そのゴブリンが死んでってこと、ずっとこうやって殴らないで待つ時があるんで、これでちゃんとたどり着く前にしばき上げとく。 OK。 でこの何が強いって、後ろからロイジャイ出して、あのね、あれなんですよ、出すじゃん、出してライトニングのエリがたまるんですよね。そこで、いやこれ渋いな、最悪だな、こっちライトニングするロイジャーが通んないんですよね。そうすると三重種とかがあれなんで、とりあえずここは攻めて、あ、そうそうそう、まあこれでファイスピンめっちゃたまってるんで、まあタワーは折れるですね、これで。で言うて、次にギャングとかの攻撃が来るんで、まあそれに備えて工場、ロブブレあたり、それをね、今ファイスピック切ったんで、そこら辺を抑えていけたらなと思います。ということで。おや？なんだ？何の枠？アイゴレとかの枠がロイになってるのかな？わかんない。なんだろう？いや、マジでわかんない。とりあえずまた、一体こぼれてるよ、一応押さえておくか。いやこれ美味しい、相手何も出せない、あ、出せるか、はい、よいしい。で次相手は工場出すか三重種出すしかないんで、ここでよいしょよいしょ、これロイ出していき、あっちサイドは関係ないんでね、こっちだけ OK、 グッドゲームと。まあ今このロイジャイが本当強いですね。なんかね、やっぱペッカデッキにもユーノとか、なんだろう、エレキとかハンターとか、まあハンターでもちょっと増えてるし、ミニペもちょっと増えてるんですよ。やっぱそういうのにはライトニング、ファイボとかポイズンよりもライトニングの方が強いんで、まあそうですね、こんな感じの方がいいですね、多分。なんかその後ろからロイジャイ出して、相手がペッカある時とかは後ろからロイジャイ出して、ペッカ出して防衛して、その回転崩して2周目のロイジャイとかで、端前でロイジャイ出すと、あの端前で切ってから4枚カード切らないとロイジャイが回んないじゃないですか。でもケツからロイジャイ切ると、その橋を渡るまでにカードエリクサが溜まってカードを切っていくんですよ。それで相手が
その俺のロイジャーが橋を渡るときに、あのね、ペッカとかを出すじゃないですか。そしたら俺はもうカードを2枚ぐらい切ってることになるんで、あと2枚切ったらロイジャーが回るんですよね。で、相手はペッカ出してから4枚切らないとロイジャーが回らないって感じで、後ろから出すと相手のペッカとかそのロイジャーに対して強いカードの回転を崩すことができるんですよね。それが強い。よいしょ。まあ止まんないかな。大丈夫かな。よいしょ。これちょっとやばい。これ早く出せばよかったな、もっと。痛い。これは痛い。さすがに痛いな、これは。で、待てよ、俺ライジン切ったんで、ケツロイジャーするとケツゴレにカモラ出るんですよね。どうしても相手がゴレしたタイミングで出したいんだよな。多分今のライティングでちょっとだけアド取ったと思うんで、ワンチャンかぶんないかな。これインドラ、おっしゃおっしゃ、オッケー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 。これインドラ来るんで、そういうパターン最悪だな、これ。この橋渡る寸前でゴースト出して相手をね、エリクサーそっちに使わせて隙にですね。竹取ってから、最悪だなこれ。抜くかな、こっち抜かねえや、隠れる。なるほど。ここはあ、俺ですね。ちゃんと、きついな、ちょっと。これライトニングの餌食になるんですよね。これで回して一発ロイジャーいくか。いや、きつい。いや、全然ダメだな、ロイジャー、このロイジャー。このハイスピでダメだ。 OK、 これ絶対ライティング打たれるんで、やばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとだけ待ってくれ。ちょっとだけだよ、ちょっとだけ。痛えよ、痛え、きついよ、これは。なんでこれ引くんだよ、ここで。待ってくれよ。一番きついまである、普通に。でも多分、いやー、きついかなー。ちょっときついっすね。エリポンあるし、ちょっときついかなーって感じ。なんか、ダメ許容しつつ、このデッキは墓石とかじゃないんで、墓石とか取り目がない分、ダメを許容していかなきゃいけないんですよね。だけどオーブンでやっぱ完璧には守れないんで、ちょっとゴレに対してはあれかなーって感じ。あれですね、俗に言うあれですって感じで、とりあえずなんか小屋に強いカードを出していって、オッケーオッケー。これ一発殴ると同時にライトニング入れるかな。オッケー。相手もびっくりですね、これは。まあこういうオーブンロイジャーが今めっちゃロイジャーの中では多分今一番使われてるかな、多分。 OK。 でまあ建物を使ったんで、でミニペンも使って、あと1枚で5倍回るとかそのくらいだと思うんだけど、多分。OKOK、多分そう合ってた。5打れるかな、多分大丈夫だと思う。 OK、 一発持ってない。丸太打ってゴースト透明にさせた方が良かったですね。もったいない。ちょっと必要だな。散歩すっか。
やべ、センスね。あー、センスね。やべ、この丸太やったな。いや、この丸太の分マイスピで誘導しないと。いや、一発がいけるか。まあ、しゃあなし。オーバー大事にいきたいですね。ミニペ持ってたんで、このライティングで消しちゃいますね。オッケー、おいしい。これで来るよね。来る来る。ここはまだ全然残ってるんで、許容して。マジで食らうね、結構。逆サイかな。微妙なのかな、これミニペ来るんですよね。ただワンチャン微妙。ここ5打たれてもいいように。これライティングのエリー溜まっていきます。それ勝てるんじゃない普通に。いや、一発撃て。なんか来そう。あー、来ると思った。って。あー、やるな、ちゃんと。それはもう、出ない。出ないよ。出なかったよ今。オッケーオッケー、うまいうまい。これちゃんと5当たらない位置に。やばくない？大丈夫これ。やばい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 。回せ回せ。でも相手5回んないから。相手ウッドだったらね、84だから削りきれたけど、まあこれがウッドとザップの差かな。はい、イージー。あぶねえ、途中の逆サイユ手札詰まって毎回2回ロイジャーで逆サイユード持ってったのが結構痛かったですね。あれでしかバルキリー受けられなくて結構厳しかったな。てな感じっすかね。結構まあまあまあ、このロイジャーはね普通に強くて、まあなんだろう、縦付け、このファイスピード枠が縦付けだったりとか結構自由ですね。この枠がミニペもいるから多分だけど、一応まだそのゴーストじゃない、ロイフグ、ロイフグがいるんで、まあ、ウッドとゴースト確定かな。で多分ライトニングに関してはみかんさんも使って何連続かで12勝してて、多分あの普通にケツロイジャイしてなんかライトニングとかも普通に強いんで、多分ライトニングで間違いないかなって感じだと思いますね。まあハンターは多分ロイジャイが食えてるってのと、普通にあとミニペだけだとあの空に対してメガゴちゃんと軽く出せるのがメガゴしかいなくて、多分ちょっと渋くなっちゃうんで、なんか空陸で両方で軽く出せるハンター採用だと思うんですよね。多分テンプレはハンターなんかわかんないけど、多分個人的にもみかんさん的にも多分ハンターの方が強いですね。多分ばっか言ってるけど、まあそうですね、環境的にはやっぱでもロイが結構増えてるんで、まああとペッカが多い、うん、そのロイジャイが増えたことに対してのペッカが多いんで、まあそこら辺に対応できればって感じですかね、今の環境は。うん、逆にロイに弱いスキャラとかがちょっと減ってるかなって感じなんで、まあとりあえずその次の次になんかそのちょっと強い前のとかのやっぱ使われてたスケラとかを紹介しようかなって。最近スケラあんま出してなかったかな、あの前の勝率ナンバーワンスケラ以来かな多分。だけどこのデッキは、上位とかで、まあ、使われてたんで次回紹介したいなと思います。ということで今日はこれでお疲れ様でした。